松本市立五条小学校は、長野県松本市滋賀地区にあった、市立小学校。2013年3月に、松本市立滋賀小学校に統合された。松本市の北側、滋賀地区北西部に位置し、安曇野市赤品地区、長野自動車道市が BS に近い。通学区は、滋賀地区五条。かつて五条村が、滋賀村に合併するときに、そのまま引き継いだ。 2003年時点の児童数は41名。その後2009年度の児童数は35名となった。学校内には縄文時代の遺跡があり建て穴式住居も復元されている。村内では長らく旧村単位での小学校を存続してきたが、児童数の減少などから2010年度をもって、四地区の他の三小学校と共に2011年3月に並行し、 同年4月からは、松本市立志賀小学校に統合される予定であった。しかし、志賀小学校建設予定地であった、戸野村遺跡から、中世巨漢の石垣が出土し、学術調査の結果、遺跡の保存が決定されたため、小学校は、大体地に建てられることとなった。これにより、統廃合は、予定より2年に延長された2012年度の2013年3月に、 見送られた。ありがとうございます。